ゃあ第1問、うん、洋服や絨毯などに使われているレインボー柄って分かりますか？うん、あこんなやつ使うかな。そうそうです、そうです。なんかはい、三角っぽい、すごいな。ヘリンボーン柄はある魚を開いた時の骨の並び方に似ていることから名付けられました。その魚とは何か。1、ホッケ。2、ニシン。3、イワシ。わからない、これも初めて。これも勘やわ。これもボーンって骨。そうやな、あそのヘリン。なるほど、はい。何の魚は？そうやな、現地的にボッケ。ボッケは結構ヘリンボーやから細かい柄やから、結構細かいっていうのやから、イワシやな。3番です。自信はあります。半分。ブー残念です。ニシンか。そうです。そうそう。はい。ちょっとニシンとイワシとなんやねんけどな。はい、うん。ニシンを英語で言うと、ヘリングっていうらしくて、そのニシンを開いた場合の形から、ヘリングを柄って名付けられたらしい。おぉ。勉強だろうな、それも。じゃあ続いて第2問。はい。2006年にアメリカの科学雑誌サイエンスに掲載された論文によると、このままでは2000何年かには海から食用の魚がいなくなるとされている論文が発表されたんですが、それは2000何年か。1、2048年。2、2058年。3、2068年。これはもう勘やな。2022年。はい。だからよくこの、2000何年問題みたいな感じで。2028年後。よし。1番でいこうかな。1番。2048年。1番でいきます。正解。よしよしよし。2048年問題って言って、結構なんか深刻な問題で、魚 の、 あの取りすぎの乱獲や海水汚染、それとかプラスチックロンとか、見事正解でした。OK。 じゃあ続いて第3問。殻付きホタテのある部分を見ると、そのホタテが何歳か分かります。はいはい。それはホタテのどの部分を見ると分かるか。ああ、それちょっと聞いたことあるな。あ、そうなんですか。1、貝柱の直径。直径。2、貝ひもの長さ。3、腹の模様。ああ、これは、はい、多分あの聞いたことある。殻の模様3番。自信はあります。正解。ああすごい。正解しました。よしよしよ。これなんかあの殻に、うん、あのこの木のあの何ですか、年輪みたいに、あの横に線が入ってる。これがあのホタテの年齢なんですけど。それなんか聞いたことある。あ、よかったですね。それでは3問中2問正解。ね、じゃあ次、はい、問題、はい。また難しいぞこれ。じゃあ続いて第4問は。漢字問題ですね。この字は何と読むか。海にネズミっていう。ネズミ。はい。このネズミと書いて。ネズミ。はい。1、ホヤ。2、シャコ。3、ナマコ。海にネズミ。シャコはあんなネズミイメージか。ナマコ。ナマコだけど、ホヤ、ホヤガイ。そうっす。ホヤ、ホヤガイ。ナマコがなんかネズミの雰囲気に似てそうな。よし、それでは3番。ナマコ、行きます。正解。ああ、すごいな、今日は。今日はすごいな。すごいな。3番
3連続正解ですよ。うわぁ、よかったですね。西川君、今日すごい快進撃が続いてます。3問連続正解。じゃあ次、ラスト問題。ラスト問題、よし。これも、ね、さっきと同じ感じの問題です。はい、じゃあ最終問題。海に月と書いて何と読むか。1、クラゲ。2、ヒトデ。3、ウツボ。OK。これはもう自信あるね。知ってますか？はい。これ、一番、クラゲです。正解。あ、知ってた、知ってた。はい、知ってた。いいですね。じゃあ今日は、なんと4問ですよ。1回刺すだけ。そうそう。はい。これが、飛んだら、飛んだら、はい。飛ばす。今、すぐに飛んだら、飛ばすよ。4問正解しましたので、計4問。はい、じゃあ行きます。はい、この前どこ行ったかな、どこか行きます。はい、あ、取れなかった。セーフですね。セーフでした。罰ゲームなしで、なし、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。今日は見事、14問成功で、はい、で次回は全問正解を目指して、はい、頑張ってください。頑張ります。はい、では、それでは、はい、では、高評価、登録チャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録して。